見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、願いを叶えていくというところがですね、自分が飛ばしているバイオフォトンの振動数の高さ、イライラなのかね、嬉しい幸せなのかワクワクなのかと、この振動数の高さにもよるんですが、その飛ばしているフォトンの量にもよると、どんだけたくさん飛ばしてますかと。イライラをね、1000粒1万粒飛ばしてるのか、嬉しい幸せありがたいよね、この1000粒1万粒飛ばしてるのかと、そのフォトンの量、その量を増やすにはどうしたらいいかというところですね。そのところの話に入っていきます。この部分ですね、皆さんがそこを意識して、徹していくと、皆さんの願いがどん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 叶いやすくなっていくと、このお話に入っていきます。では画面の共有です。願いの叶いやすさはですね、フォトンの量も関係あると。じゃあどうやってそのフォトンの量を増やしますかというところですね。ご質問いただきました。フォトンの量が多い人と少ない人がいると教えていただきましたが、じゃあどうやったらフォトンの量を増やせるのでしょうかというところですね。で、願いを叶えていくっていう部分においてはですね、このフォトンにおいて2つの要素、1つ目はフォトンの振動数の高さで、2つ目がこのフォトンの飛ばしてる量ですね。じゃあそもそもフォトンって何かというと、ちょっと復習入るんですが、皆さんができる嬉しいと思うと、細胞の DNA の電子運のところからですね、これフォトン飛ばします。このフォトンにできるってこう意識乗せますと。で、他にもムカつくとかダメだとか大丈夫と思うと、そういう意識、その周波数のバイオフォトンと、ドイツの、ね、理論生物物理学者フリッツ・アルバート・ポッパー博士がですね、日本語で言うと生体光子っていうんですけども、のところを全身からブワー飛ばしてますと。で、フォトンって何かというとですね、素粒子です。光の素粒子で、粒と波の両方の性質持ってますよ。太陽とか電気見たら眩しいと目に飛び込んでいきますよとか、植物が光合成しますと。で、光合成の時に二酸化炭素と水を入れてですね、日光が当たると酸素とデンプンを作る、この日光がですね、これがフォトンです。で、それを皆さんが食べますと、皆さんの体内にどん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 フォトンが蓄積されますと。で、植物もこう体温をずっと追いかけますというのも、このフォトンが欲しいからですね。で、アルバート・ポッパー博士が、皆さんの意識、おっしゃーとかできるとかいうのは光フォトンですよ、コーヒーやらんと、強制的なんですね、光ですよ。で、脳みその中だけで起こってるんじゃなくて、体の全細胞で起こる全体現象、全細胞からこうバイオフォトン飛ばしてますよというのがあります。で、このフォトンの量って違うのかなと。で、これね、実際に目に見える光で、まあ、だとしてですね、計算しやすいように波長が555ナノメートルの光がですね、このでどんぐらいの明るさにするかっていうと、テレビスタジオの明るさですね、1000ルクスぐらいにしておくと、1メートル1メートル、これぐらいの大きさの1メートル1メートルで、1の1秒間に 4×10 の18乗個、 400K 億兆 K の K ですね、 400K 個粒ですね、こんだけバーン、1の間にこのスポットライトが当たるような眩しいっていう状況のところが 4×10 の18乗個あると。それぐらいフォトンって出てますと、光ってますということなんですね。で、そんだけ粒がありますと。で、皆さんが飛ばしてる意識も、この眩しいの光とはまた周波数波長が違うんですけども、相当たくさんの量飛ばしてますと。ちょっと測定できてるかどうかわからないんですが、で、同じ周波数のフォトンがどんだけ出てますかと。例えばイライラばっかりを飛ばしてるのか、嬉しいを飛ばしてるのか、幸せを飛ばしてるのかと。そのフォトン何だけの、その周波数あるヘルツ、嬉しいヘルツを飛ばすのかで、そんだけこの願いが叶いやすが変わってくると。そのフォトンの量がですね、大きな要素です。フォトンの量も、周波数とフォトンの量ですね、が大きな要素です。で、例えばこれもっと大きい数ですけど、本来はもっと大きな数ですけど、例えば1000粒飛ばした時に、願いの周波数をどんだけたくさん飛ばすかと、イライラを飛ばす、めんどくさいのを飛ばす、それでこうなったらいいなを飛ばすっていうのと、ね、こうなったらいいなだけを飛ばすのと、その状態に幸せに浸るのと違ってくると。じゃあ具体的にどうやったら増やせばいいかの3つの方法をお伝えいたします。1つ目は雑念を取り、スッとしている状態です。で、雑念イコール他のことを考えているイコール他のことを飛ばしているので、1000粒のうちのパーセントが減ってしまうと、その願いを叶えたい方向ですね。雑念を取ってスッとすると。じゃあ雑念を取るのはどうしたらいいかと。
いうと、自分がですね、毎日毎日毎日繰り返していることがすぐこう出てくるので、毎日こう感謝行してあげるとかですね、自分褒めしてあげるとか、自分が毎日神社に行ってスーッと静かな時間を持ってあげるとか、あるいはまあ瞑想されている方もいらっしゃいますし、ちなみに私は瞑想してなくてですね、朝写経、般若心経の写経をしています。それでスッという時間を持ってます。2つ目、例えばよく見る場所、スマホの待ち受け画面とかにですね、置いておくと、その自分の、ね、もう叶えたい世界ですね。で、何気なく見るところで絶対にこう達成しなきゃいけないみたいな感じではなくてですね、固執せずにパッとこう目につくぐらいのところに置いといてあげると、会館のトレーナーさんも、セブンウィークスセミナーというセミナーのですね、最後に自分の色紙にですね、ミッションを書くんですけども、そのミッションをですね、待ち受けにされた方がトレーナーコースでどん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 結果を出していらっしゃる方もいらっしゃいますね。なので、よく見るところにコンとこう、目につくところに置いといてあげると。で、3つ目が、これがまあ一番こうやりやすいというか、日常をどんどん良くしていく行為が、一つ一つに心を込めると。で、心を込めてる瞬間っていうのはもう千粒のうち千粒そこに入ってます。丁寧に丁寧にやるとか、心を込めるとか、メールの返信をするとか、生徒、まあ、お客さんと対応するとかっていう時にスーッとここ入りますと。で、この祈りも心を込めるという形ですね。なので、フォトンを増やすという方法は、まあ、一番いいのが心を込めるということですね。なので、本日のまとめは、願いが叶いやすいのはその瞬間のその周波数のフォトンを増やすと。そのためにはどうすればいいかというと、これですね、心を込めるということをしていっていただければと思います。皆さんが心を込めている瞬間がその周波数、願いを叶える周波数全開になっています。もしそのやり方が分かんなければ、すごくこう丁寧な方とか、心を込めている方とか、職人さんとかですね、その方のそばに行って雰囲気をもらうと、でフォトをもらい受けるということを意識していただければと思います。その部分ですね、実はサンマークさんの4月の10日頃に出るですね、時間と空間を操る量子力学的習慣術のところにですね、かなり濃く書かせてもらっています。時間、自分のフォトンの意識次第で時間も空間もずれますよというところなんですね。で、その部分がですね、載せさせてもらっています。こちらのまだちょっとですね、画像が出ていないんですが、Amazon サイトですね、時間と空間を操る量子力学的習慣術ですね、3月末頃に画像が出るそうです。とても素敵な形ですね。ぜひ皆さんがそうやって、この自分自身が素晴らしい願いが叶っていくというところが、フォトンの周波数とフォトンの飛ばしている量、そのところをですね、増やしていくということをしていっていただければ、ますます素晴らしい世界が展開していくと思います。周波数とかですね、フォトンに関しての関連動画はここのところにつけさせていただきます。では、よかったですね、チャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。